私は、先日、私の元に現れた、ホバリングのヘリコプターの正体を教えてください、と、テレパシーを送ったら、昨日の朝、シリウス、シリウス、と何度もメッセージが送られてきました。そして、グラウンドシップとメッセージがありました。そして、気づいたことが、午後5時、そして、私の上空5メートルにいるヘリコプター、つまり、ゴーゴー、ゴーゴー、行くぞ、行くぞ、と、そのような意気込みが伝わってきました。そして、シリウス星系とメッセージがありました。シリウスからグラウンドシップで地球にゴーゴーと。私は朝4時に起きるのですが、鳥肌が立ち、宇宙語が出てきて、ちょうど5時くらいから30分ほど話しました。ですが、意味はわかりませんでした。そして、あのヘリコプターが、なぜシリウスなのかという、その謎が解けました。本来、あるはずの、ヘリコプターの底に、尻に、足も、タイヤもなく、いつも、高次元からのメッセージは、謎解きパズルのように、降りてきます。いつも、私を見守ってくれていて、テレパシーで話し、光で答えてくれる、シリウスのような、擬態のような星があるのですが、私が、シリウスさんですか？シリウスさんですか？と、そう問いかけると、その時、突然、飛行機のような音を立て、ひし形の UFO が現れました。その後、音はすぐに消え、その UFO はいろんな色の光を点滅させながら、不規則な動きで飛んでいきました。もうすぐ、シリウスからグラウンドシップで、地球にシリウス星人の方々が来てくれるそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。